Google トークは Google が2005年8月24日に公開したインスタントメッセンジャーである。XMPP プロトコルをベースにしており、PG に i ケット等の XMPP 互換クライアントを利用して接続することも可能である。インスタントメッセンジャーの中では比較的シンプルなデザインになっている。Google トークガジェットによってクライアントをインストールせずウェブブラウザ上からも 利用できるようになった。英語版の最新版では、ボイスチャット機能やファイル送信機能が追加されている。Gmail と連携していて、Gmail の操作画面で、Google トークのユーザーとメッセージのやり取りができる。2013年5月に Go、Google、Hangout と入れ替わる形で、サービス終了した。メッセージのやり取り以外の機能としては、 gmail の新着メールをタスクトレイで通知してくれるアラート機能がある。Windows モバイル iOS やブラックベリー、Android といったスマートフォン上で利用することも可能である。Android ブラックベリーにおいてはプッシュ型でメッセージが着信する。Google ラブスは Google トークラブスエディションと呼ばれる新バージョンをリリースしている。これはファイル共有機能やボイスチャット機能、 新着メール通知機能の刷新、グループチャットやプライベートチャットのタブ化といった安定版に内心機能を備えており、インストールにはフラッシュプレイヤーが必要となる。ラブスエディションはこれが一般利用向けではないことを意味している。また、ラブスエディションは Google アップデートによる更新サービスの対象に含まれる。 2009年12月現在、インターフェースは日本語化されていない。Windows 7上での利用には多くの問題があり、結果として Google トークや OS そのものがクラッシュ、またはフリーズしてしまうとの報告がフォーラムにある。アプリケーション互換モードを有効にしてもこの問題には効果がなく、ラブスエディションを利用することでいくらか改善が見られるものの完全ではない。 Windows 7では Web ブ,ブラウザ版のボイスチャットおよびビデオチャットにおいても同様の問題がフォーラムに報告されている。ありがとうございます。